D 大同工業プレゼンツ阪神タイガース DID アワード。この企画は阪神タイガースシルバーパートナー DID 大同工業がお送りします。皆さんこんにちは。その月に甲子園を最も沸かせたプレーを私と視聴者の皆さんで選ぶ阪神タイガース DID アワード、 DID ブランドアンバサダーの掛布正幸です。まあ、開幕してから打線の状態が全く上がらない、ここまで上がらないシーズンって珍しいと思うんですよね。まあ、当然岡田監督ももう打つ手というものはないぐらい苦しい状態だと思いますけど、ただ僕は近本中野というこの 1,2 番というのは他のセリーグ5球団からすれば一番嫌な部分だと思うので、その打順だけは変えてほしくなかったなと。まあ、近本のその4番っていうのがね、僕すごく気になるのは、1番バッターって、4打数2安打1フォアボールでチャンスに打てない1打席、これ1番バッターだと合格でしょ。でも4番だと4打数2安打1フォアボールチャンスに打てない1打席、これ4番失格なんだよ。チャンスに打てなかった時の近本の表情を見るとまさに4番のプレッシャーというものを感じているのかなと。もう少しその伸び伸びと近本の野球をやらせるような打順で僕はやらせた方がいいのかなと。それと1試合だけ大山を7番に打たせて落としましたよね。あの7番も僕は7番打たせるんであればファームに落とせと。やっぱ大山は去年1年間4番打たせたわけですから、それぐらいのこだわりがあっても僕は良かったのかなと。これだけ打線が打てないと、これだけのいい投手力を持っていてもピッチャーが精神的に耐えられません。1回から1点も上げられないという状況で9回まで投げ続けるのはかなり精神的にきついと思うんだよね。でリリーフ陣がこういう戦い方になるとかなり登板数が増えますので、得点を取れないチームの負け方をしているなと、そういう感じがしますね。厳しいです。では早速5月の阪神タイガース DID アワードノミネートを発表したいと思います。まず一つ目はこちら、5月25日ビーズリー投手2勝目です。このビーズリーのですね、投げる右バッター左バッターに対してもこのこれはストレートですよね。スライダーがとにかくねすごいキレがあるの。だからみんなスライダーを意識してるとストレート来る、ストレートを意識してるスライダー、スライダー意識はストレートという、そういうそのスライダーとストレートの投げ分けというものがすごくうまくできた。まあ、これスライダーですよね。ボール球も振らせるわけですから、左バッターに対してあの膝元のスライダーって一番効く、このスライダーのコントロールミスがほとんどありませんでした。これ岡本選手は横のスライダーですよね。だから横のスライダーと縦のスライダーを投げ分けてピッチングを組み立てゲームを作っていったビーズリー投手、ナイスピッチング。2つ目のノミネートはこちら、5月25日石井投手8試合連続無失点です。この石井のストレート文句なしですよ。あまり背は大きくないんだけど、この投げ込む角度があるんだよね。角度のあるストレートってバッターって捉えづらいんですよ。それとこの高めを意識して投げるこのストレートのスピンの効いたストレートですよね。バットの上を行ってるもんね。ナイスピッチングです。で最後これフォークでしょ。これだけ投げ分けられる1イニング投げ切ったらバッター打てるボールないね。このストレートとフォークを投げ続けてください。そしてマウンドで踊ってほしい。最後のノミネートはこちら、5月19日木浪選手の2安打3打点です。
まあ、このゲームでの木浪の素晴らしいところはゲームの流れ、その状況判断に合ったバッティングをしたってことですよね。犠牲フライが欲しい時に犠牲フライって、もうこれは完璧な当たりですけども、で満塁になった時にヒットを打ちに行く、そういう状況判断が素晴らしいということです。ただこの2本のヒットも右方向への引っ張ったヒットなんだよね。今年の木浪の打球方向ってレフト方向への打球が非常に僕少ないんじゃないかなというのはちょっと気になっていて、その部分が出てくればもっと率が上がり、8番木浪から1番上位打線での得点する確率っていうのは上がっていくと思いますので、この試合でのこのバッティングは素晴らしいんだけど、左方向の打球をもっと意識して打率を上げていってください。どれもいいプレーでしたね。この3つの中から阪神タイガース DID アワードを決めるのは皆さんです。投票は簡単です。この動画の概要欄に貼ってある応募フォームから1番だと思うプレーと必要事項を記入してください。応募していただいた方の中から阪神タイガースシルバーパートナー DID 大同工業から受賞選手の直筆サインボールを5名の方に、そして7月30日甲子園球場で行われる阪神巨人戦ブリーズシートの観戦チケットを5組10名の方にそれぞれプレゼントいたします。締め切りは6月13日木曜日までです。皆さんどしどし応募してください。よろしくお願いします。